この辺りが怪しいんだが、ここは、いや、こっちかな。なあ、本当にこんなところに隠し通路なんてあるのか。そうね、それらしい仕掛けは全く見つからないわ。場所が違うんじゃない？いや、ここだね。長年培った俺っちの勘がビンビン反応してるんだ。よく見ると出っ張りとかがありますね。これが仕掛けなんですか？おうよ、多分そのどれかを押せば。よっしゃ、正解だ。やっぱり俺っちの勘は間違ってなかったんだ。すごいです。本当に見つかるなんて。さすがはトレジャーハンターさんです。本当にこんな道があったのかよ。よく見つけたな。やるじゃない。いやいや、褒めても何も出ないぞ。むしろ問題はこの先だからな。俺が先に行くよ。何があるかわからねえし。大丈夫そうだったら呼ぶから待っててくれ。なあ、一人で平気なのか。いや、逆だね。今回はお前らがいてくれる。それほど心強いことはねえよ。んじゃ、ちょっくら行ってくるわ。そうそう、他の出っ張りに触るんじゃねえぞ。大丈夫ですよね、レイファーさん。声が聞こえないですけど。大丈夫でしょう。多分。おい、なんとかなりそうだぞ。お前らも来いよ。無事みたいだな。次は俺が行くよ。こっちは任せた。じゃあ私も行きます。錬金術の道具が役に立つかもしれませんし。私たちはここで待機してるわ。何かあったら呼んでちょうだい。あら、そこの壁、さっきよりへこんでるような。ちょっと待ってろ。今明かりをつけてやるから。なあ、何か聞こえないか。そういえば地面がちょっと揺れてるような。よし、明かりがついおお、二人とも走れ。時間差トラップだったか。走れ、押し潰されるぞ。おい、どうすんだよこれ。どうやったら逃げられる。こういうのはな、いつだって走ればなんとかなるようになってんだ。足元に気をつけろ。トイ、ここだ。助けて。わーわー泣き言言うな。とにかく走れ。バカ野郎、そういう時は女の子を抱えて、てめえが走れ。な、無茶だな。俺まで潰されるだろう。うるせえ、もっと早く縛れよ、男だろうが。あれだ、二人ともあの溝に飛び込むぞ。手離すなよエスカ、もう少しだ。はい、頑張ります。飛ぶぞ、3、2、1、今だ。いやー、最高だったな。どこがだよ。ひどい目にあった。あら、遅かったわね。何かあったの？トラップに引っかかっちゃったみたいで、やっと戻ってこれました。
ごめんなさい。ここからじゃ全く気づかなかったわ。こんなのは二度とごめんだぞ。もう大丈夫なんだろうな。いやいや、もうトラップは全部解除したから平気さ。それより本命のお宝探しと行こうぜ。あんなことがあったのに元気だな。次はもっと安全にお願いしますね。見てください、レイファーさん。なんだかすごいものが。おお、こいつはいいな。全身金ピカじゃねえか。これだよ、こういう分かりやすいのがいいんだ、俺のお宝ちゃん。奥にこんなところがあったのか。それにしてもこれはなんでこんなものがここに。何、一体どういう意味があるの。さあな、そんなもん興味ねえよ。やたらスラグがいたくらいだし、そいつらのための像なんじゃねえか。スラグを崇める文化があったというの。でもなんというか悪趣味ね。すごく重そうだな。なんとか持って帰れそうですか。こんなの持って帰る気なのか。貴重なものだろうけど、さすがにきついんじゃ。でもこれって売ったらきっとすごいお金になりそうですよね。何を言ってるの。遺跡からの出土品よ。持って帰るのは賛成だけど、売り払うなんて反対だわ。おいおい、じゃあ聞くけどよ、こいつは一体なんだ。俺っちにはどう見たって悪趣味な野郎の作ったただのスラグの像にしか見えねえぜ。それもそうだけど、いや確かにそうとしか思えないけど。とりあえず調べてみましょう。ここに像があるということにきっと何か意味があるはずですよ。何もないな。本当にただの金色の像です。そんなわけないわ。これほどのものに何の意味もないわけがないじゃない。きっと何か学術的な意味があるはずなのよ。私たちの理解を超えた何かが。よくわからないんですし、支部に資料として買い取ってもらったらどうでしょうか。お、そいつはまたどうしてだい。これを見つけられたのはレイファーさんがトレジャーハンターとして頑張ってくれたからじゃないですか。支部が買い取ってくれれば、売った後でもゆっくり研究することもできますし。確かにこの変な置物だったらそれでも特に問題はないよな。おお、珍しいな、ロジーが俺っちの肩持つなんて。そうは言ってもこれだって一応調査対象じゃない。だからレイファーさんが見つけたお宝を支部で買って研究するんですよ。そしたらレイファーさんにもお金が入るし、スレイヤさんも支部で研究ができるじゃないですか。一石二鳥です。ただの財宝みたいな扱いをするのは気が引けますけど、今回はレイファーに義理を立ててもいいんじゃないですか。もういいわ、二人がそこまで言うなら今回だけは発掘品の権利を譲ってあげる。やったー、ありがとうございます、スレイヤさん。お前らようやくお宝探しのロマンってやつに目覚めたんだな。違う、資料として報告するにしても処理に困るからあんたに任せるだけだ。調査が優先に決まってるだろう。分かってる分かってる、お前らの熱い魂しっかりと受け取った。さあそうと決まったら早速持ち帰って売り飛ばそうぜ。今度はいくらで売れるかな。おお、愛してるぜお宝ちゃん。
かった。せっかくレイファーさんが見つけてくれたのに、全部私たちの仕事の成果にしちゃダメだよね。それもそうだな。協力してくれてるわけだし、たまにはこんな結果になってもいいか。